負け、ドン引き系統、もはや深刻敗戦わら、クソおもんねえわ、原辞任が最大の補強、今日は暁がなかったんやろな。こんなリリーフ陣で勝とうとする方が無理がある、原のやることなんもわからん、鈴木下ろすの遅すぎ。クソすぎるはありえねえだろこんな系統、原やめろ、なんで深刻敗戦したんや、続投するだけで勝ってたやん。追いつかれるまでは絶対、続投じゃん普通。横川なんて変える球数じゃねえのに、アホなのかマジで。原が動かなきゃ、勝てるって金言すぎるわ。采配で負けた試合やね。もう無茶苦茶だこんなの野球じゃないわ。監督がアホやと野球ができへん。最近おとなしいと思ったらこれだよ。秋広にもバントさせるし、ほんま定期的に理解不能なことするよな。原は動かず負けるより動いて、負けの方針だから反省しないからなこいつ。マジで寝てろやゴミかす。クソ采配で負けるとマジで気分悪いよな。せめてベストを尽くして負けてほしい。秋広の謎バント指示を書き消す采配。名称原やね。マジでイラつくは原じゃなきゃ勝ってる。試合なんぼあんねん。バントも変えた理由も何も理解できない。先に動いて自滅して負けてませんか。いつもの原采配。満塁になってから交代して打たれる。なぜ今日に限ってマシンガンしなかったんだよ。最近試合中は余計な動きしなくて勝ててたのに、横川が2点取られて負けても別に文句ないんよ。なんで80球で下ろすのわら。秋広にバント出した時点で少し負けてほしいなと思った。